旅食いビスコ監督のイカリアです。副監督のマタガです。キャラクターデザインのアサリです。よろしくお願いします。今日なんと、はい、そう3月26日にビッグサイトで行われるアニメジャパンのイベントに出張ビスコ部で出演することが決まりました。すごい生ビスコ部ですね。すごいですね。できる人いるんだよ。だって3人だけでやるんでしたっけ。いや、ゲストでビスコ役の鈴木亮太さんが一緒に。あ、マジですか。はい、やりましたね。すごい、いろんな話をね。そうですね、聞けますね。鈴木さんメインで聞いていくみたいな。そうです、みんなで、ね、すごい筋トレしてるらしいから、やったね。やったね何がつか場所は。あ、そうだ、ビッグサイト。ビッグサイトでどうやって行くの。ゆりかもめか最強戦。最強戦だった気がします。あと船船があった気がするんだけど、多分海近いんで、ね、何かしらあると思います。いいね、海も見れるし。いいですね、なかなか見せる。なんかこういうアニメのイベントって行ったことないんで。確かに楽しみだね。しかも出るっていう、うん、確かに。え、行かれたことはないんですか。なんかそういうステージ登ったりとか。街遊びでなんか登壇したことある。あ、あれなんかフィットのやつも出てますね。あ、それが街遊びで。ああ、なるほど。久しぶり、10年ぶりの糸の全国ツアーも出てました。あ、確かに舞台挨拶とか。ああ、こうね、お客さんがこっち見てるからすごい緊張する。いや、やったことないんで、ね、まあでも鈴木さんがいるから。そうですね、大丈夫ですよ。それから見てたり一番近くで見れる。あ、確かに。ビスコ言われてみればね。なんでぜひ来てほしいですね。そうだね、ぜひ。ビスコの口調がこうベランメンっぽくなった理由とか。あれ鈴木さん発信。あれ鈴木さんが、あ、次役ぶっこんできて。ああ、そうですね。びっくりしましたもんね、みんなで。そうですね、1回目のマフェルトで。あ、そうでしたっけ。そういう話をじゃあいろいろ。そう、聞きます、ね、聞きます。ぜひ来てください。3月26日東京ビッグサイトアニメジャパンの博報堂ブースです。はい、よろしくお願いします。お願いします。